どうもこんにちは、粟田優作です。今回はウクレレを弾く際の姿勢についてお話ししてみたいと思います。弾く際の姿勢って諸説ね、あると思うし、なかなか言及してる方少ないです。まあいろんな YouTube で見られるね、プロの演奏なんか見てみても、指先をここに置いて、こういうここはこう弾くんだよみたいなこととか、まあ楽譜とかタブ譜を流していって、その通り弾けば弾けますよっていうことをね、よく言われはするんですけど、まあその根本になってるかなと僕は思ってる姿勢についてね、言及してる方なかなかいないです。特に下半身も含めて、体全体通してですね、どういうこうスタンスで臨めばより良い音色が鳴るか、そしてリラックスして上達できるかっていうことを今回お話したいんですけどね。まず第一にやってほしくないのは、楽譜を机に置いて弾くことですね。これ何を言ってるかっていうと、楽譜を机に置いちゃうと、姿勢がやっぱこうなってしまうんですよね。わかります？つまり、こう前かがみになって、かつ首が疲れるみたいな状況になってしまいます。これを首のストラップなんかつけながら弾いてる人なんか見ちゃうと、あ、これは長く続けられないだろうなーって心配しちゃいます。まあ、それぐらい楽譜を机にパッて置いて弾くのをやめてほしいなと思います。じゃあどうすればいいかっていうと、基本的には譜面立てですね、を机に置いてやってくださいっていうことですね。つまりパソコンとかタブレットをこういうふうに斜めに立ってるような感じですね。あれを意識してやってほしいんですよ。これの効果って計り知れなくて、これをしないがゆえに、そのクオリティオブウクレレプレイングっていうのかな、それがだだ下がりで、結局人生においてめちゃめちゃ損してると思います。レッスンの時も、どんな時も、自分の家で弾く時も、立てかけられるようなものを置いてやるべきだというふうに思います。僕の生徒さんの中には、普通の楽譜立てあるじゃないですか。床に立ててやるやつ、あれの上だけ取って、毎回レッスン中それを立ててやってる人もいます。金属なんでちょっと重いんで、それがしんどいところなんですけど、ネットの EC サイト見てもらうとね、そういった譜面立てがもう1000円前後で売ってるので、ぜひね、そういったものを使って自ら作りに行かないでほしいなというふうに思ってるんですね。そのことにまず注意を払って、演奏とか練習に取り組んでください。それからよくね、楽器を弾くっていうと日常と違うことだというふうな意識があるのか、結構ピンと背筋を立てて弾かれる方が多いです。そういう方ってやっぱりどうしてもこう肩肘張った感じになってしまうんですよね。だけど、楽器を弾くっていうのはクラシカルな楽器でない限りですね、そこまで肩肘張る必要もないと思いますし、そもそもクラシカルな楽器自体もね、体が硬直するような姿勢で演奏するように勧められていないはずです。だから私たちもやっぱりこういうラフなウクレレという楽器をやってるわけですから、椅子があって、背もたれがあるんだったら、背もたれにもたれてください。前のめりにならない第一歩なんですよね。まずは背もたれにもたれるぐらいの、状態でリラックスして、かつですね、足ですね、この両足を引っ込めるんじゃなくて前に出していただく。それができないと、後ろに足を引いちゃうと、やっぱり体って前に倒れてきちゃいますよね。なので、背もたれにもたれつつ、緩やかに足は前に出す姿勢、こういう姿勢ですね。人がこういうふうな状態になってる姿勢が、弾いてて一番リラックスできる姿勢だと僕は思っています。ということで、クレーってやっぱり手先を使う楽器なんで、姿勢のことってあまり言われません。やっぱり楽譜通り弾いてなんぼみたいなところがあるんですけど、それじゃね、なかなかね、理想的な音色とか順調に上達していくっていうことにね、結実していかないと僕は考えています。ので、ぜひですね、今回お話した内容を実践してですね、人によってね、その体の作りが全然違いますから、そこはですね、微調整が必要ですけども、いかに自分がリラックスして、かつですね、譜面を見ながら弾けるかっていうことを意識して、これからね、ゆるゆるとね、楽しくね、演奏に取り組んでいただければというふうに思います。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。また、今回の動画を見てのあなたのご意見、ご感想もぜひコメント欄でお知らせください。さらに、動画概要欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メルマガへのご登録で、あなたのウクレレ上達のお役に立てる、より深い内容の動画を定期的に配信してまいりますので、ぜひご登録ください。僕はタブ譜を見てウクレレソロを弾くのが大嫌いです。でも、五線譜だけでウクレレソロは弾けます。
それも自由自在に。今回ご紹介するのはウクレレに特化したオンラインスクールです。タブフ一辺倒の時代遅れのウクレレ学習に対する革新的なソリューションです。モバイルと PC からいつでもどこでもアクセス可能です。ウクレレの基礎から応用、個別の楽曲解説に至るまで計30時間を超える豊富なコンテンツに毎月定額無制限でアクセスしていただけます。もちろん入退会はいつでも自由、ご自身のお好きなタイミングで行ってください。ビデオを視聴していく中でもしわからないことや疑問が一つでもあれば、いつでも何度でも講師にメールでの相談が可能。あなたの疑問に特化した的確な返答を得られます。初めての人にも安心してご参加いただきたいから、ご入会から30日以内は全額返金保証付き。ご満足いただけなければ返金いたします。今すぐ動画中央に表示されているリンクか、右上に表示されているインフォメーションボタン、もしくは動画概要欄に記載されている URL をクリックし、オンラインスクールにアクセスしてみてください。